ロシア連邦司法省は、ロシア連邦における法務行政を担当する中央省庁である。2004年10月13日付、ロシア連邦大統領令第1313 13号とその他の法規に従い、ロシア連邦司法省は、法務行政、法規制に関する政策立案及び執行を担当している。ロシア連邦司法省は、 以下の分野に関する監督権限を有する。司法大臣の下には、第一時間を含む時間が5人いる。地方職員や在外交換職員を含む。ファイ、ロシア連邦大統領府。2017年5月28日閲覧。ファイ、リバース。ロシア司法省。2017年6月10日閲覧。ありがとうございます。